チェルシーさん、2時間で4試合以降を達成してしまう、わらわらわら。今日、チェルシーの選手たちにさ、行きますが4回もあるのに、まだ午前11時になっていない。これは正気の沙汰ではない。瓦礫をすべて一気に一掃するのは、センセーショナルです。我々は4回連続でヒアウェイ号を獲得しました。マンシーがコバチッチを買うなら、彼はまだ瓦礫ではありません。我々チェルシーはたくさんのお金を使うことを笑われてきたが、販売においても当社に勝るものはありません。人々はチェルシーがこれらの選手を売却するのに苦労するだろうと本気で思っていた。それがどうだ、我々はめちゃくちゃ優秀じゃないか、わらわらわら。4選手全員が同じ日に対談するのを見るのはクレイジーだ。しかし、これはチェルシーの再建には必要であり、クイルバリの週休29ヨロズ5000ポンドの契約を帳消しにすることは非常に良いことだ。チェルシーは廃材をすべてサウジリーグに売却したが、それはサウジを訪問してサウジから戻ってきたばかりの人々の資金を大いに助けることになった。全く疑わしいものではない。チェルシーファンだけが売り選手をマスタークラスにできる。トッド・ベイリー調理中。